リリ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 リあいつをぶち殺していい普通に。え、やっていいマジで。あいつやった方がいいでしょあれ、みんなのために。え、事故ったマジで。え、交通事故でしょ今の。普通にあいつと会ったの。あ、どれですか。おいそうす、おいそうす、何してんですか。もう転職しようかなみたいな。ワンちゃん転職、一時的な転職ありなんかなって。まあそうなんじゃないですか。あ、最初は戻るけどみたいな。かもしれないですね。そう。音符転職して、バード？ソロでもデュオでもパパパってレベル上げて、うん、30の段階で氷転職とかありな気がする。そうだよね。多分最終的には氷が強いじゃん。圧倒的に強い。あの音符は早熟タイプ、うん。やっぱ機関付きのサーバーだからさ、早めにレベルをパ。そういうこと考えると、うん、ちょっと音符でソロで回るのがめっちゃ早いかも。そうだよね。え、ちょっと。はい、今バードちょっとバード教えてよ。ちょっと、あ、じゃあビルド教えてあげるよ全部。ボジージボジージだよ。ありがとう。またマウスパッドもらいに行ってあげるから。マジで行くわ。え、マジでテンション上がってきた。いやー、怖い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 よ。来たなボジージ。テンション上がって人のこと殴る。最高だぜ。義勇詩人をタップして。義勇詩人をタップします。義勇詩人をタップします。もしかして音符になるの。一時的な音符。音符ね。音符、熱符、音波師。今の会話に思考は存在するんか。うん、うん、何喋ってるか覚えてない。で、おじいどうした。まず吟遊詩人のスキルを説明するね。絶対この15のやつよね。はこれはもうレベルマックス。うん。で、20の左、うん、10の左、うん、1の右、うん、この縦3つ、お、111みたいな感じ。111、うん、パッシブは25のマナコストマイナス24で、次が魔法の方プラス16スキルダメージ。あの、うん、わかるよ。 2のスキルを8まで上げる。マナ再生は触らない。マナ再生も8まで。これでやってみるわ。ちょっと一回リセットしてみるね。そうで、ひたすらこれね、一生それね。あとタレント、マナムネに向かうんだよね。マナムネに向かう。まずはメイジ取って、左上に知性あるじゃん。で、左上、クールタイム、クールタイム、マントラ。はあ。メイジからマントラに一直線に向かう。まあ、その後、うん、で、右に知性行くと、その左にさ、スタッフダメージってなるのか。ある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 。これを10のやつまで取る。3、3、10って取る。で、次に、うん、また右上の知性行って、マナ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 って取る。はあ。今のローレのレベルの24だったら、このプラス 10% マナまで取れる。OK。OK、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 OK。一旦これでやってみるわ。はい、ありがとう、おじい。夢でもさ、やっててさ、今日それより優先する。あ、そうだ、これ自分のじゃなくて、危ない危ない。クリティカル率を増やしながらクリティカルダメージを上げる。よし、おじい、計算早いな。あ、取れるとこある。一旦これで行ってみるか。行ってみます。これで当たらない。危ねえ。なんかこれめっちゃむずいんですけど。銀主人、でもこれさ強すぎない？普通にこの職業。大器晩成の逆早熟型らしいんだよな、この職業。
だから俺はとっととレベルクソ上げて氷結にならなきゃいけない。氷結の可能性を感じてる俺はまだ。氷結を捨てたわけじゃない。で何が強いってこれ偏差だからさ、こうこれができるのがやばい。こうやって半蔵みたいに打ってこう、こう弾速が遅いからこそ強いみたいな戦い方ができる。やばい、はっ、ワンパンガキ。あの走り込んでくるやつワンパンできるの。でもマジでごめん、気持ちいい。カンカカンカカン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 カカンカカン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 やん。うるさい、この部屋の土地ほとんどあなた開けてんだから。寝る場所もないよ。あ、心浄化しておきますね。あ、心浄化しておきますね。お二人も浄化。ラートム、ラートム、ラートム。なんだお前ら、なんだなんだお前ら、やめろ。まだ雪で遊んでんだ。いや、これラートム してあげないと。まだ矢で遊んでんだ、ラートム。ラートム、子供たちよ、ラートム。雪遊びと弓遊びの子供たちよ、ラートム。音符なんか出しちゃって、弱そうな音符出しちゃって。なんだこれ。お前よく28レベル。あ、やべ、これ逃げよう。人生は散るべだった。危ない、ボコされるとこだった。うん、まっ、見ましたか今経験値。さすがにこのゴミゾンビは気持ちゴミなんだろうな。え、神です。え、経験値神です。わ、先に打っといて、先に打っといて。3つもう終わりです。予約してんだよお前。え、次俺レベル上がったら知力が100いく。ありえない、ローレン・イロアスの知力が100なんてこと。ギャンブルなんてこと誰もやってねえよもう。え、なんで、なんでこんな人いないんだ。じゃあ回転40分で勝つ点になったって。え、設定 1? うん、俺3万5000円使って何も当たんなかったよ。よくまだ立ってられるね。ないねー、ないねー、ついてないねー。あ、でもここ本めっちゃある気がするわ。ほら本めっちゃある、やばい、2個もある。これね、ユニーク30いけますねこれ。何これ、邪魔つけてんの、やばい。普通に味方みたいな顔してきたな今。俺フワッチやってたっけってなった今。ヤシカ、きたー、やば。え、待って、はパーセントだ、やばい、2469マナパーセントだったわこれ。49じゃ、実プラパ49パーだったわ。え、えぐえぐえぐ。え、大当たりだろこれ。 VCR マイクラカン、最強アイテムゲット。しかも知力に応じてマナ増えるって書いてあった。は、どこに、え、神アイテムやんこれ。マナの支配とか言って、あれ氷どこ行った。あ、氷ですか、溶けましたよこれで。この火力こそマジでやるだよな、明治って感じだよな。神話だ。神話柄って見て、この溶け方やばくない、ほら。 What? いやマジでこの頭で全部が変わったんだけど、俺の全ての。お、ラウ、うん、セットできんのよ、ラウソケットに。ハロー、ラウ何が欲しいんだっけ。ヒット1ヒットしたら、え、俺今何もいらないよ。え、すべて順風満帆。いや、まあマナ系欲しいけどって感じかな。1段階目はレベル4だ。音符出した4か。まさか、そんなわけないじゃん。おい、歌うたいになったのかよ。え、だから俺はデュエットしたかった。欲しいな。
え、マナムネ欲しい、もしかしてじゃあ。マナムネ、確かに俺のつけてるマナムネ強くないんだよな。ちょっと待ってろ。イブ、お前、まさか。これ5いるってこと？ソケットが。え、いい、え、もらってもいいの？え、もらっても、あ、ねえわ。え、もらってもいいけど。うん。玄関に飾ることになるけどいい？いや、聞けてくれ、それは。俺、まだ機材とか揃ってなくてさ、歌始めたばっかで。あんま何が必要とかも分かってないんだよな、ぶっちゃけ。え、マナだよ、マナ。おもろいよね。おもろい。この3つの箱で使えそうなのないなんか。いいの？やったー！え、面白いなぁ。え、この3つから取っていいの？どれか。使ってないのこの3つ。あ、まあ、うん、いや、いいよ別に何でも。安定パワーの指輪もらっていいじゃん。あ、いいよいいよいいよ。火力にちょっプラス 7パーマなんでしょ。いいよ。そう、これえマジでか。足りるかな玄関のA4 サイズでいいんだっけ。いや俺たちパーティーだろ。俺たちイーブするんじゃねえ。チェストが綺麗すぎてやばいわ。なしってこれ何も起きない。頑張ろう。あとで今度暇だったら一緒に何度行こうよ。外して何もなかったよ。今度行こうぜ。オッケー。うん。なんか狭くて怖いなここ。こんにちは。こんにちは。どうも。寝起きドッキリでーす。こんにちは。どうも。今1000ダメージ出てた？嘘でしょ？嘘でしょ？そんな俺が見逃すはずがない。まさか。そんな成長は遂げてないはず。ぶねえ！あっぶねえ！ワンパンマン！あ、ほんとだ！ 1.0K って書いてある。マジよ。マジやマジやマジで出てるわ。始まってるやん。気持ちよい。1000とかじゃねえんだ。1.0だけで。お前どっちだ。ワンパンマン危ない。まあ俺もワンパンなんですけどね。あ、ワンパンマンだ。やっぱ。もう紫のワン。戻れなかった道を。ここです。よし、これあ、あざーす。神話の雲だと一旦バックだ。ゆっくりやろう。はい、ナイスー。最高すぎる、これ最高すぎる。772？ うまっ。え、呪いじゃねえ。やっぱ呪い受けたら経験値増えるんじゃねえ。マジであると思います。これレベルアップしたらどうなるだろう。これ2個下だもんね。これでうわ、ちょっとまずいか。さすがにやばい。これ露骨にまずくなるの。なんで31レベルの近接職いる。あ、後々その予定です。このように後々その予定。俺も言うわけねえか。俺も後々になる。近接職でよ。今日は吉永がやめてったよ。え、ここにいるね。吉永がやめた。俺ここにいるね。戻ってきますわ。頑張って。はい。俺はもうどうしたの？俺はもう弱すぎて。あと11でしょ。何があったの、ラシアさん。このスロットで全部金溶けてもうマジで。ギャンブル。もう本当にやる気と元気がなくなっちゃったマジで。え、なんでギャンブルやったのかだけちょっと本当に知りたい。いやー、やっぱり
ね、勝てるからさ、ギャンブルいつも。え、ギャンブルそんなに勝ってるの普段？あるんすか？うん、普段結構勝ってんだよね。え、そうなんだ。え、障害収支は？障害収支はマイナスだけど。負けてやろう。めちゃめちゃ負けてやろう。これめちゃめちゃ強くなってる。レベル上がってんな。いや、もうおかげで29。追いつかれちゃったな。え、これって強いですよね。今なんかもう。俺これを信じきってるんですけど。あ、これね、オソロだね。おお、じゃあやっぱ本物だ。俺のより全然いいわ、うん、これ。じゃあ俺はやっぱ、あ、間違ってなかったんだ。あ、今戻、ね、36レベル戻、うん、行きましょう。なんだこの人参みてえなマップは。やばい、経験値うまー。もっと神話が引退した。この戦い方なんだよね。はい、イージー。打ち取ったり、打ち取ったり、打ち取ったり。いや、この武器プレイヤースキルちょっと出せていいな。よし、30レベル。どうもこんにちは。増殖バグでさ、ボール増やしたからいる、うん、それ消えない、落とそうとすると。え、消えんの、はい、え、消えた、どうやってる。おい、バグ、これ本当にバグなの。え、これマジでバグ、マジでバグ。いや、お前投げんな、こんな俺に。いや、落とせないとか言うから。え、今何の武器使ってんの。クザ、見せてよ、参考程度に。最強の武器を、最前線の武器。俺これだわ。あ、めっちゃ強いやん。混沌と雷撃入ってるってことは、クザの職業だってあれでしょ、両方使いやすいでしょ。雷撃は使わないよ。え、この杖見た目の割に強くね。え、69、見た目の割に強いよね。強っ。これはね、はい、お疲れ様でした。え、66% アップじゃん、氷結ダメージ。これ強すぎだ。 そろそろ氷結に戻る。え、これめっちゃ強いじゃん。え、クザってさ、装備ってマナを重視してるの。やったー、うんうん、俺はね、ちょっと何だろう。ゴリラさん、枯れがないちょっと死ぬ、こんなことやったら死ぬ、こんな格好つけたら死ぬ。弓とか目指してた時も俺今ありましたね。あ、ぶっつぶす。何ここ、あっぶね、なんか変なとこ来ちゃった。え、お前まだいたの。とっくにこの町から去ったと思った。あこっから這い上がる。あ、そして立ちふさがーる。なり、あ、ガール森ガール、森ガール、山ガール、俺ハイヤガール。マインクラフトで有名になっちゃうけど、人殺すか、あの斧持ったフンフン言ってるやつぶっ殺すか。ふん、ふん、ふん。あいつマジでいらないだろ、普通にこのゲームに。集めてやんよ、レベルアップおめー。でもマジで俺成功したわ、ぶっちゃけ転職は。これレベル上げるための耐えのこのピックは間違ってなかった。いいレベル上がった。
やばい、めっちゃ出るぞ、コイン。え、これユニークアイテム拾ったぜ、もう。え、あの杖だろ。は、待って、とんでもないの拾ったんだけど。は、は、え、待って、やばいの拾ったんだけど。は、全部同じ名前ならやばい。俺拾う武器、神聖なる霜。ぶっちゃけわかんないね、どっちがいいか。まあでも予備クソあるぞ、これで俺も武器 2本ロストしても大丈夫。ぶっちゃけ同じぐらいの強さの武器が結構あるから。パイだろマジで。氷結めっちゃくるし。え、俺やばいわ。終わってる、終わってら。あ、2000ダメージだ、出た。こっちの杖は今2000ダメージ出た。初じゃない2000ダメージは多分。これいいでしょう。どれ、箱、箱砕きなよ。うん、はっ。砕けよ。いや今荷物いっぱいなんだよ。アルさん早くレベル上げて、レベル上げたら俺杖上げれるから。ねえ、もうノリちゃん、なに、ね、ノイキャンがすごいじゃん。なんて言ったんだ一体。一人じゃ上がりません。マジできついんだけど、神話級出てきたらもう即死なんだけど。え、ちなみに、あのね、マジでね、レベ上げはもうこいつだよ。やっぱ転職した方がいい？俺は強くおすすめするね。レベル上げるのだけはこれで、あ、20までは無料だから。そうだよね。イブラヒムもそれがいいって言ってたよ。うん、これでレベル上げ、俺はこれでレベルめっちゃ上げて、最終的に氷に戻す。あー、なるほどね。そう。何にスキル振ってんの？え、銀牛詩人？銀牛詩人？銀牛詩人は、あ、原始人じゃない？何原始人スキル？ぶん殴る、殴りだけでしょ絶対。かろうじて斧だろ。今度一緒にやろうよダンジョン。え、マジレベル上げてくれたら装備上げれるから。頑張るわ。でさ、マントラ目、あ、マントラ目指すんだよね。直。うん、オッケーオッケー。一直線。ありがとう。じゃあちょっとポーションもらってくるわ。うん。カミティ？カミティ！マジでマップありがとう。あいよ。レベル追いつかれそうだ俺、ローレンに。俺今日11レベル上げた。やばくね？え、な、一人でやってんの？一人、ずっと一人。やっぱレベリング最高なんだ。あ、集会所探してくるね、他の。マッポン、本当ありがとう。ラッキー。もう動きがね、自信に満ち溢れてる。やった、レベル上がった。はっ、お前か、びっくりした。あのボット先にエグいのいるといるかと思った。レベルが上がるよ、レベルが上がるよ、レベルが上がるよ、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 上がった。37レベル。いやー、今日上げたなー。今日はね、ちょっと上げた、間違いなく上げた。